はい、来ました。皆様こんにちは。ビビリの家族へ行くキャンピングカー生活の小宮です。現在後ろにあるキャンピングカーで家族3人で暮らしながら生活しております。ホームレスでございます。でもですね、機器は最新機器使いたい、そういうことで今回このアイテムを皆様にご紹介したいです。こちら、ブルーティー AC500、 そして下が B300S というタイプのものです。過去類を見ない類のスーパーポータブル電源だと思います。でブルーティーさん、ご存知の方多いと思います。ポータブル電源トップ3のメーカーの中の、一番先駆けで安全性の高いリン酸鉄とかを使い出したメーカーさんですね。で今は他メーカーが小型のポータブル電源をどんどんこう宿泊していろいろ作ってる中で、ブルーティーだけはこのような大型のポータブル電源を今出し始めてるんですね。でこれ何かっていうと拡張型って言われるモジュール型ですね。今この下にあるこのバッテリーで、この上にあるこの CPU 部分ですね、つまりこのヘッドの部分はこれだけではポータブル電源としては作動しません。これとこのバッテリーを組み合わすことによって初めてポータブル電源となります。でこのバッテリー、これを6つまで拡張することができます。例えばモーターホームだけではなくて、本当タイニーハウスとか、これからコンテナハウスポツンとこう例えばお店やるとかってなった時に、電気が引けない場所とか工事がお金がかかったら時間がかかるっていう時に、やっぱこういうものがすごく重宝してくるし、家でも補助電源としても、もう十分使えるレベルというか、こういう生活してると電源の素晴らしさっていうのを本当に身を染みて感じてまして、本当太陽光で生活していくって本当エコでいいんですよね。やっぱりこのバッテリーを拡張していけるっていうところが一番いいんですよね。ちょっと前置きがちょっと長くなってもしょうがないので、このアイテムをですね、皆さんに今回ちょっとご紹介させていただこうと思います。はい、ということでですね、やってまいりましょうか。ビビリのですね、家族のですね、こみ上げでございます。やってまいりますよ。いきますよ皆様。1、2、レッツゴー。はい、ということで参ります。ブルーティー AC500、 そして B300S。 今回ブルーティーさんにこちらの2台お借りしまして、約1週間程度使わせていただきました。おそらく現存するポータブル電源の中で過去最高峰の高スペックなものだと思います。最初にちょっとデメリット部分からお話ししてしまうと、やっぱりこの大きさはちょっと気になった部分ではありました。 AC500 に限っては約30キロございます。でサイズ感はちっちゃいんですが、この B300S は実は8キロ重い、38キロもあるんですね。しかしこのバッテリー凄まじいスペックを秘めています。サーモスタンバイ機能、リチウムの最大の敵、マイナス環境下で安全に使うことができます。つまりこれであれば北海道の極寒車中泊も何なりと乗り越えることができます。そしてブルーティーです。安全性の高い最高品質のリン酸鉄リチウム、そしてサイクル数は3500回の長寿命を実現しています。そして B300S に関してはいくつかの DC 出力があるので、これ単体でも使うことができます。そして怪物 AC500、 見るからにこのスペックが凄まじいんですけども、まず僕がちょっと目を疑ったのがですね、このサージ電力1万ワットというところなんですけども、例えば我が家のキャンピングカーで使っているこのウィンドウエアコン、消費電力の下に始動電流というものがあります。これ25アンペア瞬間的に流れるよう、つまりこのエアコンを使った瞬間に2500ワットもの強大な電力が流れるんですね。つまりこの AC500 ではこの手のクーラーを4台同時に瞬間的につけた場合でも電気が落ちないということになります。これ家庭電源をはるかに上回る凄まじい数字だと思います。そして規格外の低角出力、いまいちピンとこないと思うんですけども、本当かなと思うような数字でございます。例えばこの3つ並ぶ20アンペアのソケット、1つに2000ワット分の電化製品をつなげます。そしてその隣のソケットにも合計2000ワットの電化製品をつなぐことができます。さらにもう1つのソケットにも500ワットのホットプレートをつけて合計低角出力4500ワットで使うことができるんです。そしてなんと B300S が2台以上になると低角出力は5000ワットに跳ね上がります。いやしかしやっぱりこれ本当かなと思いました。もし事実だとすれば逆にコンパクトすぎるなということなんですよね。ということで、お家借りて実験参ります。メーカー泣かせ、本気でやりました。 B300S1 台なので4500ワットまで使ってみようと思います。液晶の見方です。ここに82ワットとありますが、これが今使っているテレビの消費電力を表しています。こちら側には DC 消費電力ですね、それが表示されます。はい、ということで初っ端から高出力キュートポット登場していただきました。1200ワット消費電力は一気に跳ね上がりました。1200ワットもかなりですね、高出力ではございますが難なくクリアです。続いて炊飯器380ワットでございます。消費電力は1500ワットを超えました。
さあどんどん行きましょう。4500ワット結構使わないと無理だなという感じですね。焼き鳥屋台、登場していただきます。650ワット消費でございます。我が家車の中でもよく使っているアイテムでございます。こちらスイッチオンでございます。はい、2200ワットを超えてきました。はい、どんどん行きましょう。4500ワット、ちょっと長いですね。オーブンレンジ行きましょうか。1400ワットでございます。はい、チンと行きました。はい、3300ワットですね。3300ワットをオーバーしてまいりました。ラチが開かないので、ちょっと大物に登場していただきます。はい、冷蔵庫意外と消費電力小さいんですね。100ワット。さらにパソコン、こちら USB-C でつなぎました。つまり DC 出力ですね。そして掃除機90ワットをつなぎまして、最後の、やっぱりですね、スター選手、この方に登場していただきましょう。ということで4500ワット以下、まあ、むしろ5000ワットでも回ったという感じだったんですけども、まあ、本当にすごいなという印象でございます。ただこれだけ電化製品つけるとかさばりますね。それを解消するのがこの乱れない30アンペアと50アンペアのコンセントジャック。実はこのジャックから家の分電盤につなげることができます。50アンペアケーブルとつなげば最大5000ワット家の中で使うことができます。さらに突然の停電時 UPS 機能というものが働きます。停電の瞬間に AC500 から瞬時に電力供給が始まるというものなんですが、ご自宅で医療機器を使われている場合や重要なデータなどを保管した PC を急な停電から守ることができます。そして DC 出力、ここもかなり面白いです。僕初めて見たのがまずこの 12V30A というもの、専用ケーブルが必要なんですが、 12V で 360W 出力できます。その隣はなんと 24V 専用の 10A ソケット、つまりより電流値を下げて安全に大きい電力を使えるように設計したんだと思います。そして充電能力、次から次へととんでもないスケールなんですが、まず AC 充電ですね。家庭用の電源から充電するとき最大電流設定というものがあります。これを操作することで自分で充電量を変えることができます。例えば 15A に設定した場合、 1500W 程度で高速充電を可能にします。また自分のお好みのアンペア数に打ち込むことも可能です。そして本当にこれも衝撃的でした。なんと AC 充電最大 5000W で充電することが可能だそうです。さらに AC 充電の下にあるソケットからは太陽光ソーラーで 3000W の充電も可能とのことです。つまりソーラー AC 合わせたデュアル充電では最大 8000W になるそうです。ということでこの化け物車中泊でどのぐらい使えるのか行ってまいりました。今 AC500B300S 車内に取り込みました。冷蔵庫を今回していきます。ここから、はい、AC500 と B300S に全部切り替えて今日生活していこうと思います。でこの冷蔵庫なんですけど、一応規格がですね 12V、24V でいけるんで、これの今 24V、10A、ここをちょっと使ってみようと思います。これが冷蔵庫のケーブルなのでこう挿します。この状態で、DC をオンにします。でこれで電源オンにするっていう感じだと思いますね。今入りました。スマートフォンと今このカメラ充電して、今冷蔵庫が動き出しましたね。初めて 24V で動かしたんですけど、多分ちょっと消費電力低いですよね。多分今気温がちょっと冷えてきたので、先月までは本当冷蔵庫の消費電力がすごくてですね、今2時ですね。11月18日2時です。ここから耐久戦ですね。 100% あります。ちょっと楽しみですね。ちょっとまだ3時前ぐらいなんですけど、今日は結構撮影とかでバタバタなので、先にお湯に入っちゃう。昨日お風呂入ってないですよね残念ながら。今日はこちらですね、さつま揚げも売ってる温泉でございます。笑顔の湯、じゃあ行ってまいります。
ゃんでも髪乾かす。ということで家族3人で 92% まで減った感じですかね。 5% ぐらい、うん、はい、どんどん行きましょう。今日の車中泊場所に向かいます。家の中でメインで使ってるこのチューブライト、あとテレビ、タンスの下にもライトがあるんですけど、まあ、その他もろもろの電気をこれを挿すことで、使えるという感じです。ちょっとアプリがあるみたいなんで、してみます。すごっ。AC 電源に 105W 流れてて、DC にもつながってるけど、今のところ流れてませんよ。まあ、つまり冷蔵庫が動いてないってことですね。で、ここで、多分、オンとオフを切り替えたりできるんだと思います。はい。今、AC をオフにしたら、今、テレビが消えたと思うんですよね。あ、周波数とかも全部変えれるんですね。はい。まあ、こんな感じで、アプリ接続ができました。で今日はこれですね。鹿児島の赤鳥薩摩の焼肉セットです。いい光沢感出てますね。美味しそうです。そしてもう一つ、なんか、良さげなの買ってきました。この辺の渋市っていう場所にいるんですけど、今、売れに売れてるっていう風に書いてまったけど、どうなのかわからないです。これをいつもの我が家のアイテムですね、これ。こちら。はい。焼き鳥屋台で網焼きします。ブルーティーさんに頑張ってもらおうと思います。今ちなみに残量なんですけど、まだまだですね。やっぱさすが大容量ですね。 3000W あるんで全く減ってないです。 81% このまま夜を楽しんでいこうと思います。車中飯。冷蔵庫今 45W で動いてて、テレビとこれですね、焼き鳥屋台が動いてる状態です。すごい、本当なんかコロッケ、え、あ、2枚入ってるんだ。むっちゃん、お箸さあ、もう機嫌が悪い。あ、すごいなんか匂いが、なんかね、駄菓子っぽいような。え、そうなの、それはちょっと嫌だ。どうなんだろうね。いただきます。はい、どうぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。はぁ、うん、美味しい。ペラペラ喋ってるうちに全然ちょうどいい。早いな。いただきます。うん、あ、おいしい。わさびだね。うん、おいしい。焼肉焼きます。これが肩肉なんですって。で、これが胸で、これがもも肉らしいです。こってり系のももからいきます。初めて結構音鳴り出してますね。なんか初めてかも、このぐらい鳴ってるの。近い、待って。聞こえますかね。お子様みたい、これ。ママ、ありがとう。何それ、あと見せて。お子様。お子様ランチじゃん。いや、これでも容量結構すごいな、やっぱり。全然減らない。ああ、やばいな。だいぶ煙やばいな、これ。ちょっと、開けます。開けます。これやばいよ、この煙。ちょっとこれをさ、もうちょっとそっちを持っとこうか。ほんで窓側に、そんで扇風機しようか。扇風機しようか。この電気をどこに刺してる。あ、まあ刺さってる。まあ刺さってる、うん、全部混合されてる。いいよ、いいよ。それで飛ぶの。いや、わかんないけど、ほら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 。おー、いった。広がってんじゃん、広がってんじゃん。どうすればいいの。消して、消して。あ、広がってるか。美味しそうな鳥だね、やっぱり。これ手作り、ここの道の駅で買ったんだよ。無農薬。無農薬。だから皮ごとやりました。皮ごと食べれるらしいです。はい、うん。これは美味しい。うまっ。うめ。
しい。これめちゃくちゃ美味しい。はい、残量 42% まで減少しました。5時半ぐらいからスタートしたのかな。3時間ぐらい焼き鳥屋台を回してって感じですね。このまままた冷蔵庫を使うので、今日夜、明日の朝どのぐらい減ってるのかなっていうのがちょっと気になりますね。はい、ということで今日は終了。おやすみなさい。寝ます。おやすみなさい。はい、ということで翌朝の8時、残量は 24% になっていました。12時間で 18% の減少です。この後朝昼兼用の食事を済ませるために炊飯器を使いました。同時にテレビと冷蔵庫も動かしている状態です。約30分後、お米が炊き上がった時 16% に残量は減少。ここからスマートフォン2台の充電とパソコン2台を充電しながら動画編集、さらにテレビをつけて過ごしました。すると12時58分ですね、残量は 0% になりました。実験開始して約23時間後ということになります。この時アプリ上のデータも連動して 0% になっております。 DCAC ボタンタップしても作動しない状態です。これが、ソーラーケーブルですね、いわゆるデュアルケーブルと言われるケーブルらしいんですけど、こちらにコネクタが4つついてます。これそれぞれの、DC 入力をできるということだと思います。こっちにソーラーつけて、こっちが走行充電してみようかなと思います。せっかくなんでちょっとソーラー充電反応するかやってみました。こちらの 175W のソーラーパネルから充電します。しかしこの日残念ながらあいにくの天気ででして、こちらのソーラーパネルからは他のポータブル電源で 12W 程度の出力しかありませんでした。とはいえ一応充電するかどうかつないでみました。すると微量ではございますが 10W いかない程度ですかね、充電が始まりました。さらにこのケーブルでできるデュアル充電やってみようと思います。もう一組残ったプラスとマイナスのソケットを走行充電として使おうと思います。こちらに付属の専用のケーブルを挿し、ロデオのシガーソケットに差し込み、そしてエンジンを始動すると、ソーラーパネルの充電量にプラスして 50W 程度入ってきました。これが走行充電とソーラーのデュアル充電ということになると思います。はい、ということでブルーティーが話す最新機種 AC500B300S でございました。気になるのはお値段。はい、来ました。49万8000円でございます。現在実はこちらクラウドファンディング中でして、本当の値段は65万8000円という形になるそうです。なので今 25% オフでお買い得ということにはなると思います。ただ初期投資は非常に高いんですけども、自分たちに必要な分だけのバッテリーを拡張できて、そして電気代が最終的に下がっていくということを考えれば、現在この電気代が高騰している昨今では非常に有益なアイテムであることは間違いないと思います。ということで今回もご視聴いただき誠にありがとうございました。小宮でした。